さんはそのいろんなものをこう再利用して使ったりとか、はい、だから多分その高畑町の中ではすごいエコの関心高いと思うんです。私今エコ始まったんじゃなくて30年前からエコだからそうですよ。なんか心がけてやってることってあるんですか？心がけて、年中心がけてすべてがエコ、うん、でも私たちは、うん、なんていうの、資本主義社会の中で生きてて、会社が売れるように売れるようにって生かされちゃってるところを、大事に大事にっていうのをこう動いてるのとこう動いてるのがもうぐる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 回って負けそうになるわけですよ、社会のね。その資本主義社会に負けそうになる自分を、これは社会に合わせてやっていくべきか、これは違う、私はこういう考えにはそぐわないわっていうのをしっかり持って、自分の考えを持ってエコを行うっていうのかな。だって売ろう売ろう、お金を回そう回そう、業者が儲かる儲かるの中でエコを考えるなんてすごいことよ。確かに。そこが一番のポイントだと思いますね、私は。資本主義社会に動かされない自分のエコを考えてます。なるほど。はい。なかなかもうね、このお年だとおばちゃんの介護はあるけど、うん、若い人一緒の介護ってかなり少なくなってるんで、なんか同席しただけでもちょっとパワーもいただけたし、結構皆さん自分の意見持っていろんなお話されてたんで、すごい良かったなというふうに思います。高畑もまだまだ捨てたもんじゃないな。本当に地域の中にこんな素敵な若い人がいらして、それぞれ職種とか立場、住んでる場所も違うと、まあ、それぞれの場所からだけどしっかり自分や周囲仕事のことを考えて、地域の姿も考えてらして、すごいなと思いました。楽しかったです、うん、本当に今日は楽しい会を、こういう会に参加できるってすごいいいなっていうふうに思いました。今若い人たちってどうしてもこう自分の意見をあまり言わないとか、社会にも出てこないとか、うん、どうしてもこうなんていうのかな、自分たちだけで解決っていうか、そこだけで終わってしまうとか、そういうふうな、若い人たちがすごく多い。で、いろんな世代の人たちと交流をあんまり持ちたがらない。まあ、ネット社会で、ネットの中だけで自分をこう、生かしていくっていうか、そういう風な世代の人たちが多い中、やっぱり人と人とが出会わなければ、何かが生まれてこないっていうことで、この会に参加してくれる、そのこう、気持ちがとっても嬉しいなって思いました。やはり、こう、人と人との顔を合わせて目を見ながら、そしてその人のこうなんて体温を感じながらとか、そういうふうなこう人との付き合いってすごく大切だし、これからの若い人たちにもやはり、めんどくさい、人と付き合うのはめんどくさい、自分のパーソナルスペースに入ってきてほしくない、そういうふうに思ってる若い人たちも多い中で、やっぱりそこは自分から一歩踏み出して、いろんな世代の人たちのお話を聞くような、そんな風な、足がかりになってもらえたらなっていう風にちょっと思いますね。私が日頃いろんなことを考えて24時間頑張って生きていることを、私間違ってんのかしら、間違ってないのかしらを確認するための1ヶ月に1回のこういう会合だと思っています。それで私がこんなこと、この間ちょっと思いついたんだけどって言うと、みんながのりこさんそれは違うっていう時もたまにあるんですよね。ちょっと私のどこが違うのってもう一回考えるわけですよ。ああ私ってやっぱりなんかちょっと違うんだって思って、じゃあ少しずつまたそっちに皆様の意見をどこを注意してくれたのかなっていう見直しの1ヶ月に1回の時間でもあるなと私は思っています。なるほど。ただ
日にちがこうずっとなってこう年を重ねていくっていうんではなく、反省し反省し、もう半返しでもいい、そこでぐるぐる回っててもいいから、きちっとした考えで次に進みたいっていうのが私の生き方です。いろんなことが起こりますよね、生きてるうちに、うん、そういろんなことは自分の勉強のために起こるんだと思うので、絶対にただ嫌だったでは終わさない、うん、絶対自分の身にするんだという、うん、役に立てるんだ、今後どこかで役に立つか知れないと思って納得して次に進みます。ただそれだけです。なるほど。